今回は 99% の人が引っかかるクイズを10問出題するぞ。楽しみだわ。全問正解してみせるわよ。早速第1問目を出題するぜ。10人乗りのエレベーターが故障してしまい、2階から落ちてしまったぜ。しかし、怪我人は1人もいなかったという。それは一体なぜだろうか？エレベーターが落ちたのなら、怪我人の1人や2人は出そうだわ。そうだな。でも、1人も怪我をしなかったんだぜ。その理由は何かを考えてみてくれ。こういうクイズって問題をよく読むことが大事よね。ああ、問題文をよく見てみるんだな。シンキングタイムの前に一つおすすめの視聴の仕方について話しておくぜ。シンキングタイム中に自分の回答をコメントに書いてみて、その後回答を見るのをおすすめするぜ。もちろん、このジャンルの問題には別解が存在しうるから、じゃんじゃんみんなの考えを教えてくれ。もし他の視聴者の人の回答コメントが正解だと思ったら、いいねを押してあげてくれ。たくさんのいいねを獲得できるように頑張りましょう。では、シンキングタイムスタートだぜ。シンキングタイム終了だ。第1問目、霊夢はわかったか？問題文をよく読んだらわかったわ。2階から落ちたってところが重要ね。2階程度なら落ちても怪我をするほどの衝撃じゃなかったのよ。残念ながら不正解だ。少なくとも軽い怪我を負う可能性が高いだろう。実際に2階からエレベーターが落ちて死亡してしまった事故もあるしな。確かに。特に小さい子供や老人が乗っていたら助からないかもしれないわね。じゃあ正解は何なの？正解は誰もエレベーターに乗っていなかったからだぜ。え、エレベーターには10人乗っているんじゃなかったの？ふふ、問題文をよく読んでみてくれ。10人乗りのエレベーターが故障してしまい。あ、10人乗りと書いてあるだけで10人乗っているとは書いていないわ。そういうことだぜ。1問目からまんまと引っかかってしまったな。問題文をしっかり読めばわかったのに。悔しいわ。余談だが、エレベーターが落下した時にするべき行動があるんだが霊夢は知っているか？地面に激突する直前にジャンプしたら、衝撃を和らげられそうだけどどうかしら。霊夢、それは一番やってはいけない危険な方法だぜ。え、そうなの？ああ、高速落下中のエレベーターは無重力のような状態になっていて、エレベーターとの相対位置が変わらないから足を曲げても床を蹴ることはできないんだぜ。だから、うまくジャンプできずに体が地面に打ち付けられることになるぜ。あらら、悲惨な結果になってしまうのね。それじゃあするべき行動っていうのは何なの？エレベーターが落下した時の適切な対処法は、床に寝そべることだぜ。え、なんか余計全身にダメージが増えそうだけど。いや、床に寝そべることで床との接地面積が増えて、落下の衝撃が分散される。その結果ダメージは軽減されるぜ。へえ、勉強になったわ。落下中は体がふわふわと浮いてしまうから、しっかり床に設置できるように何かにしっかり捕まることが重要だぜ。なるほどね、落ちてほしくないけど、万が一エレベーターが落ちた時はこの方法を実践するわ。視聴者のみんなもエレベーターに乗っていた時に落下した際はぜひ参考にしてみてくれ。では、第2問目だ。あなたはかけっこをしていて3位の人を抜いたぜ。さて、今あなたは何位だろうか？簡単に解けそうな問題ね。いやいや、さっきもそれで間違えてしまったわ。油断せずにしっかり考えるわよ。いい心がけだぞ。それじゃあシンキングタイムスタートだ。シンキングタイム終了だぜ、霊夢。答えはわかったか？1問目みたいに問題文に何か引っ掛けがあるようには思えないわね。ここは慎重に実際のシーンを想像しながら考えてみるわ。お、いい方法だな。3位の人を抜いたってことは今私は4位ね。じゃあ3位の人を抜いたら2位。あ、3位の人の前には1位と2位の2人がいるから、3位を抜いても3位になるだけだわ。大正解だ。3位を抜いた場合は3位と4位が入れ替わるだけだな。危なかったわ。実際のシーンを想像しなかったら不正解になるところだったわ。途中まではまた霊夢の悔しい顔が見れるかと思ったんだがな。この天才霊夢ちゃんを舐めてもらっちゃ困るわ。続いて第3問。東京の県庁の所在地はどこだろうか？県庁所在地ね、小学生の時に頑張って暗記したわ。ではシンキングタイムスタート。シンキングタイム終了だぜ。霊夢、答えはわかったか？ええ、
小学生の時を思い出してみたんだけど、地図では県庁所在地は二重丸で表示されていたわ。東京都には東京と表示されていたわよ。そうなのか。でもこれは引っ掛けクイズだぜ。ええ。だから東京と見せかけて、実際に建物があるのは新宿区だから答えは新宿よ。どうかしら。正解でしょう？残念ながら不正解だ。え、東京でも新宿でもないならどこなのよ。答えはだな。存在しないだ。何を言ってるのよマリサ。県庁所在地がないわけないじゃない。勘違いしているようだが、この問題では県庁所在地は問われていないぞ。そうなの。ああ、問われていたのは東京の県庁の所在地だ。東京にあるのは都庁だからな。県庁は存在しないぜ。そういうことだったのね。またやられてしまったわ。もし県庁所在地が聞かれていた場合には、県庁所在地の定義の中に都庁も含まれるから、東京でも正解だったぞ。なるほどね。知ってそうな知識の問題だと思って、引っ掛けへの警戒心が薄れていたわ。思考をやめてしまうと簡単な罠にも引っかかってしまうぜ。では、第4問、とある少女の問題だ。虚弱体質の少女が風邪をひいてしまった。少女は虚弱体質ながら明るく元気な女の子だったぜ。しかし、少女は入院することになってしまった。病院の周りは緑が豊かで、窓の外には牛がいてもうもうと鳴いていた。すぐそばの花畑ではひらひらと蝶が舞っていたぜ。さて、少女は何の病気で入院したのだろうか？ヒントといえば牛と蝶の部分ぐらいね。では、シンキングタイムスタートだぜ。シンキングタイム終了だ。霊夢、答えは何だと思う？これはわかったわ。盲と腸で、盲腸が正解。なんて答えたらこの問題の思うツボね。おお、よく気づいたな。正解は風邪よ。この問題の最初に風邪をひいてしまったと書いてあったものね。その通りだ。問題に対する注意力が増してきているな。さすがにこれだけ引っ掛けられたらね。この調子で連続正解を狙ってくれ。では第5問目だ。青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東北地方の中で面積が一番大きいのはどこだろうか？都道府県の大きさの問題ね。一番大きいのはどこだったかしら？確か東北地方って大きい県が多いわよね。お、よく知ってるな。それじゃあシンキングタイムスタート。ストップ、正解はわかったか？わかったわ。私の記憶が間違っていなければ答えは岩手県よ。この中で一番大きいはずだわ。残念。不正解だ。あれ？もしかして、福島県の方が大きかったかしら？福島県も不正解だ。霊夢、問題をよく見て選択肢を挙げてみてくれ。青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県でしょう？しっかりこの問題の罠にはまってしまったようだな。実は霊夢が挙げていない選択肢が一つあるんだぜ。え、東北地方にはこの6つの県しかないはずだけど。あ、まさかそういうことなのかしら。気づいたようだな。問題文を改めて読んだら答えがわかったわ。てっきり東北地方の中で一番大きい県を聞かれているんだと思っていたけど、この東北地方自体も選択肢に入っていたんだわ。だから、一番大きいのは東北地方ということになるわね。その通りだ。いやー、単なる知識問題をマリサが出題するわけないものね。それはそうだな。ひねりのなさそうな問題ほど引っ掛けの罠を用意しているぜ。マリサは引っ掛けクイズを出題している時が一番生き生きしているわね。戸惑う霊夢を見るのはなかなか楽しいからな。マリサの意地悪。では次の問題に行こう。第6問目だぜ。よし、頑張るわよ。目や鼻はあるのに、口や耳がないものは何だろうか？目や鼻はあるのに、口や耳がないもの？アニメとかに出てくるモンスターかしら？どうだろうな。頭を柔らかくして考えてくれ。シンキングタイムスタート。シンキングタイム終了だ。どうだ霊夢。答えがわかったか？これはわかったわよ。答えは植物ね。植物には目と鼻があるけど、耳と口はないものね。大正解、説明まで完璧だ。やったわ。モンスターと答えるのかと思っていたぞ。舐めてもらっちゃ困るわ。続いて第7問。車両通行止めの道路をタクシーの運転手が走ってきた。
しかし、警備員に止められることなく通り抜けてしまったぜ。なぜ警備員は注意しなかったのだろうか？警備員さんがサボっていたのかしら？警備員さんはしっかりと仕事をしていたとだけ言っておこう。ではシンキングタイムスタートだ。シンキングタイム終了だぜ。警備員さんがサボっていないんだとしたら止めない理由がわからないわ。これはギブアップね。答えを教えてちょうだい。わかったぜ。それじゃあ回答と解説に移るぞ。こういう問題は原因と結果が矛盾しないような答えを探す必要があるぜ。この問題では、タクシーの運転手が走ってきたという原因に対して、警備員さんが止めないという結果が生じた。この因果関係に矛盾が生じない事情としては、警備員さんのサボりがあるが、この問題では警備員さんはサボっていない。じゃあ一体どうしたら矛盾が生じないのよ。この問題は引っ掛けクイズだからな。実は原因部分にミスリードがあったぜ。霊夢、この部分をよく読んでみてくれ。タクシーの運転手が走ってきた。そう。つまり、タクシーの運転手が走ってきただけでタクシーを運転してきたわけではないんだ。あ、タクシー運転手が自分の足で走ってきたから、警備員は止めなかったということだぜ。なるほど、そういうことだったのね。正解はできなかったけど、この問題は回答を聞いてスッキリしたわ。次は自力で正解してスカッとしてくれ。頑張るわよ。では、第8問目を出題するぞ。ある日 A さんが風邪にかかってしまった。それでは、次に A さんがかかったのは何だろうか？エスパーじゃないんだからそんなのわかるわけないわよ。問題として出題する以上、答えにたどり着く方法は必ずあるぜ。では、シンキングタイムスタートだ。シンキングタイム終了だぜ。霊夢、答えはわかったか？肺炎じゃないかしら。どうしてそう思ったんだ？風をこじらせて肺炎になったってよく聞くわよ。そうだな。そういう話はよく聞くな。そうでしょう？だからこれが正解じゃないかしら。考え方は非常に素晴らしかったんだが、不正解だ。え？じゃあ正解は何なの？正解は医者だ。医者？どうして医者が正解なのよ。病名でも何でもないじゃない。A さんは風邪にかかった後、病院に行って医者にかかったんだ。次にかかった病気を考えてしまうと一生答えにたどり着けないという問題だ。なるほど。かかったにトリックがあったのね。なんだか今日は霊夢の調子が悪いな。いつものひらめき力を感じないぜ。悔しいけどその通りだわ。残りの問題は頑張るわ。第9問目だぜ。1メートル四方の柵の中に草が生えている。その草を全部食べるのに牛1頭では30分かかります。では、20頭を一度に入れると何分で食べきるでしょう？条件は把握したわ。今回は絶対に正解してみせるわ。私も期待しているぞ。それじゃあシンキングタイムスタートだぜ。ストップだ。霊夢の答えを教えてくれ。やっと確信を持って正解だと言えるわ。おう、ズバッと正解してくれ。この問題の答えは、食べられないよ。どういうことだ？ポイントはここね。20頭を入れるから20倍のスピードで食べきれると考えてしまうと間違ってしまうわ。1メートル四方の柵の中に一度に牛を20頭入れるとあるけど、そもそもそんなことはできないわよ。だから食べられないが正解よ。完璧だぞ、霊夢の挽回を見れて私も嬉しいぜ。さすがにこのままじゃ終われないからね。最終問題も見ててほしいわ。ああ、最後も正解してくれ。では第10問目だぜ。本を読むのが大好きな太郎くん。太郎くんは1日に必ず20ページずつ本を読むことにしているぜ。では、太郎くんは10日後に何ページ本を読むだろうか？毎日本を読むなんて偉いわね。私も見習いたいわ。霊夢は漫画しか読まないもんな。さて、シンキングタイムスタートだ。ストップだ。さあ、最終問題を正解して気持ちよく終わってくれ。任せて、私、引っ掛けクイズの傾向を一つ掴んだわ。お、何か掴んだか。引っ掛けクイズでよく単純計算のように思える問題がよく出題されると思うんだけど、そういう問題には前提条件にミスリードや引っ掛けが含まれているわ。おお、そんなことまで考えられるようになったのか。
この問題で言えば明らかに出題者は、20ページ ×10 日で200ページという計算に誘導しているように思うわ。だから200ページでは不正解ね。出題者の意図を想像するなんてなかなかレベルの高いことをするじゃないか。たくさん不正解したからね。少しずつレベルアップしている実感があるわ。それで、こういう場合は問題文に罠があるからもう一度問題文を読んでみたわ。そしたらやっぱり答えがそこに隠されていたのよ。おお、じゃあ答えを教えてくれ。正解は、20ページよ。その通り、大正解だ。そのまま解説もお願いできるか？任せて。この問題のポイントは10日間の読んだページ数を聞かれているわけじゃないということよ。もし読んだ合計のページ数を聞かれているなら、10日間でとか、10日でって聞かれるものね。つまり、単に10日後に読んだページ数を聞かれているだけの問題ということよ。太郎くんは毎日本を20ページずつ読むんだから、10日後も20ページ読んでいるが答えよ。解説までバッチリだぜ。やった、終わり良ければ全てよしよ。そうだな。それにしても終盤の霊夢の成長が素晴らしかったな。きっとマリサがクイズを出してくれるおかげで思考力が鍛えられているのね。クイズに正解できなくとも、考えることで思考力は鍛えられるからな。視聴者のみんなも不正解でも落ち込む必要はないぜ。確実に脳は鍛えられていっているからな。私は10問中6問正解だったから次はもう少し頑張るわ。応援してるぞ。それでは、今日の動画はここまでだ。また次の動画で会おう。またね。ご視聴ありがとうございました。